ポアンノワールは、アフリカ大陸中西部、コンゴ共和国南西部の都市、コンゴ最大の港湾都市である。2010年の人口は829,134人。同国首都である、ブラザビルと同じ、特別市という地位で、コンゴ共和国を構成する。1883年、フランスが支配する。1921年頃、拡張する。 1934年、ブラザビルとを結ぶコンゴーオセアン鉄道が開通し、以後急速に発展する。2003年2月6日、クイル地方から独立し、単独の構成体になる。4つのランディスメントによって構成される。人口は2007年。ポアンロワール駅、コンゴーオセアン鉄道の始発駅があり、首都ブラザビルやガボンとの国境にあるムビンナを結んでいる。 ポアントノワール空港が市内にあり、パリ・シャルルド・ゴール空港をはじめ各都市の空港との直行便が運航され、2015年5月時点で、今後国内第2位の発着数の多い空港とされている。大規模な港湾があり、今後のみならず上流の中央、アフリカや今後民主共和国からの物資も集まっている。ありがとうございます。